第5章思わぬ隠し場所。池田氏、お骨折りでござるな。床の上へ仰向けになったまま、岩井三七郎の滑らかな額には癇癪の虫がムラムラと走ります。ご容体はいかがでござるの。お悪いように受けたまわりましたが。池田大助はそのそばに差し寄りました。悪くもなろう。傷の痛みよりは一家の不沈を考える胸の痛みの方が手重でな。のう池田氏、町方の探索などというものは思いのほか手ぬるいものではござらぬか。この通り手先や目明かしに屋敷中を勝手に踏み荒らされて、二日経っても航路の行方が分かりそうもないというのは、歯がゆいと申そうか、腹立たしいと申そうか。果たして岩井三七郎の勘が爆発していたのです。こうまで言われると本当な池田大助も、町方一党の名誉のために一応は弁解しなければなりません。お言葉中ではござるが、拙者も拙者配下の御用聞きも遊んでいたわけではござらぬ。それにしても航路盗人の手がかりもつかまれぬとは、いささか固いではござらぬか。固いとはお言葉中ながら。いや、固いが気に入らなければ間抜けと申してもよろしい。岩井三七郎、もはや正気の沙汰ではありません。あれ、お父様。そばにいた娘のおゆりは見かねて差し寄りました。できることなら父親の口でも塞ぎたい様子です。それほどおっしゃるなら香炉を取り出して鎮ぜましょう。池田大助は妙なことを言い出しました。淡然とした様子、静かな物言いなど、決してその場限りのごまかしとは思われません。兄、香炉を取り出す、それは面白い。早速取り出していただこう。香炉を隠した場所は分かっているが、拙者は香炉と一緒にそれを盗んだ癖者を取り押さえるつもりであった。香炉さえ出ればそれでよろしいとおっしゃるのでござるな。面白いな。香炉が出さえすれば岩井家は安泰だ。さあ早速お手並みを拝見しよう。では。池田大助は静かに立ちました。そして用人山沢忠左衛門に案内させて、源太と仙太郎をともどもさまで広からぬ屋敷を一巡り、この井戸は門のそばに蓋をした捨て井戸の前に立って用人を顧みました。それは水が悪いので夏場の巻き水にだけ使っておりますが。この中をお調べください。源太は山沢忠左衛門を待ってはいませんでした。大急ぎで蓋を跳ねのけて井戸の中を覗くと、二間ばかりの下、思いのほか浅い水面に浮いていたのは古い庭桁が片っぽだけ。鶴瓶であげるがよい。大助に指図されると、仙太郎は井戸端に引き上げてあった鶴瓶を入れて巧みにそれをすくい上げます。ほっ、あった。古桁はちょうど雨季の役目を務めて、その下に細い麻縄で縛ってぶら下げてあるのは、二重の箱へ入れたままの絹田聖地の香炉だったことは言うまでもありません。箱は傷んだが香炉には司祭はあるまい。ついでに申し上げるが、紛失の金子800両もこの井戸の中に隠してあることでござろう。では山沢氏、ご主人岩井殿によろしくお伝えくだされ。池田大助はたったこれだけのことを言うと、何の未練げもなく立ち去ろうとするのです。しばらくお待ちくだされ。主人に申し上げてしみじみお礼も申し上げたい。山沢忠左衛門は濡れた香炉の箱を持ってあたふたと奥へ駆け込みます。忘れたことがあった。若党の銀之助を見舞ってやろう。池田大助はそのままお勝手口から入って若党の部屋を見舞いました。お、池田様。驚いて起き直った銀之助、それを抑えるように
いや、そのままでよい。さぞ心を砕いたことであろうが、絹田誠二の航路は見つかったよ。盗んだくせ者は詮議しても無駄だ。多分出てこないだろう。それは池田様。飛び起きた銀之助に構わず、池田大助はそのまま岩井家から出てしまったのです。小尺に触るじゃありませんか。ホールなんか探してやらずに、岩井家の屋根の上にペンペン草の生えるのを見てやらよかったのに。源太は悔しがりますが、いや、町方の面目は立てなければならぬ。池田大助は静かになだめるのです。第六章、銀之助は語る。この事件には後日物語がありました。そのことがあってから10日ばかりだったある夜のことでした。ごめんください。池田様は在宿で。お好き屋橋のお長屋に池田大助を訪ねてきたのは、岩井家の若党銀之助でした。おお、銀之助か。お前が来るだろうと思って心待ちに待っていた。それを迎えて相対した池田大助は心安そうにニコニコしているのです。恐れ入りました。もはや何にも申し上げることはございませんが、私があの航路を持ち出したわけだけを一応お耳に入れたいと存じまして。それは私も聞いておきたい。何を隠しましょう。仮に主従にはなりましたが、岩井三七郎は私のためには許しがたい仇でございます。というのは。銀之助の言葉は面白そうでした。あの航路は大阪落城の際、私の祖先岩井何がしと申す者が秀頼公のご遺言を受けたまわり、あの航路を預かって脱出し、乱軍の中を首尾よく落ち延びてご遺言を果たしたそうでございます。航路は秀頼公の菩提を弔うため高野山に奉納するはずのところ、時期没しして今日に及びました。ところが今から15、6年前、私の父親岩井十三郎、一族の岩井三七郎に自慢話のつもりで迂闊にもその昔語りを漏らしました。岩井三七郎は茶の心得などがあって航路の良さが分かり、この天下の名器を手に入れて出世の手鶴にしようと企み、父を欺いてあの航路を奪い取り、先代上様優勝院伝様に献上してご家族のご沙汰になったのでございます。父は病弱な上大阪方の子孫で、秀頼公の遺言まで果たした祖先の生きがかりもあり、これを公沙汰にして岩井三七郎を取って抑えることもならず、無念のうちに10年前に亡くなりました。後に残った私、この岩井銀之助がせめてあの航路を岩井三七郎の手から奪い取り、思い知らせて悪いものでしょうか。航路は私の手で右から左へ高野山に献ずるつもりでございました。銀之助はこの因縁話を終わって、池田大助の批判を求めるのです。その善悪は私にはわからぬ。あ、それほどの心がけのある者がなんで800両という金子を取ったのだ。盗賊の仕業と思わせるためでございました。その証拠は、あの金は岩井家の井戸に沈めて、私は一両も懐には入れません。今は岩井家から暇を取った岩井銀之助はこう一切のことを打ち明けると、気も心も軽くなったよぼに、どこともなく立ち去ってしまいました。どうしてあの若党が航路盗人と分かりました。池田様。その後ろ姿を見送って源太が聞くのです。くせ者は戸を開けずに入った。とすると昼のうちに紛れ入ったのでなければうちのものだ。ところが通用門の上を乗り越えて逃げたのを見たというのは銀之助と娘の二人きり。あの娘は銀之助に密かに心を寄せていたことは、若党風情の銀之助の部屋に入って
主人の娘が介抱していたことでもわかるだろう。なるほどね。そこまでは気がつきませんでしたよ。主人と用人は、くせ者を小柄な男だと言ったのに、銀之助と娘だけは大男の浪人だと言った。あの晩は月がなかったし、明かりは遠かったはず。浪人か武家か、それともヤクザか分かる道理はない。娘は銀之助を怪しいと思いながら、かばっているなと私は思った。へえ。もう一つ、これは大事なことだが、通用門の上に残っていた墨染めの衣の布は、逃げ出したとき裂いたものでなく、入るとき裂いたものだ。裂いた布は内側へ引いている。これは一目で分かった。八軒長屋の小敷坊主が、あの晩千住に泊まったと分かったので、あの衣の引き裂きは、くせ者がここから逃げましたという証拠をこしらえるために、中から引っ掛けて手で引いて作った細工と分かった。はあ、なるほど。それに、銀之助の脇の下の傷は、着物の裂け目と合わない。いや、左手をぐっと上げると、着物の裂け口と傷と合うが、くせ者を後ろから羽交い締めに抱き留めて受けた傷があんな具合につくわけはない。あれは自分で作った傷でなければ、さあ切ってくださいと左手を高く上げて切らせた傷だ。それで銀之助は香炉を盗んだ当人と分かった。あ、香炉は外へ出た様子がないから、司祭あって屋敷の中に隠してあると思った。主人と口争いになってふと思いついたのはあの井戸だ。それで分かったか。ええ、驚きましたね。あの銀之助という若党は善悪はともかく小気味のいい男でしたね。さすがの源太も凶慢な旗本のためにこれ以上若党を追求する気はなかったのです。野村古道作絹田誠二1950年刊池田大輔捕物日記より全文読み切り。